大家好，我叫江山佑。大家身体好吗？こんにちは、山下エギングマイスターの川上です。皆様、いかがお過ごしでしょうか。今年はちょっと中国になかなか行きづらくて大変なんですけども、皆様に一日でも早くお会いできるのを楽しみにしてます。今回中国ではそろそろエギングのいいシーズンに入ります。なので、WeChat 経由で皆様から私たちにいただいた質問に今回答えていきます。この動画の中ではたくさんのご質問に答えて皆様のお悩みを解決できたらなと思います。よろしくお願いします。今回は僕の中国の友人も招待してます。じゃあ電話をかけてみましょう。你好かくらおし、ごらおし、ごらおし。你好你好你好好久不见，再见再见。大家好，我是亚马逊的中国总代理天鹤商贸的郭靖，今天由我来协助川上先生来给大家解答一下这个 WeChat 上的微信上的大家发出的一些问题，大家请多多关照。谢谢。再见。それでは川上さん、質問いいですか。はい、お願いします。那接下来就由我代替大家来向这个川上先生提出一些问题。首先是这个认知，提出的这个木虾到底以后鱼竿没有反馈信息，是一定要到底才会中鱿鱼吗？这个问题。それでは WeChat で募集をかけて、応募したニンさんですね。で、はい、質問がありまして、ギリがそこについたらサオに。はい。そうですね、一番難しいと思うんですよ。エギの着底ですね。エギの着底感じることは。其实在这个木下钓法中最困难的就是怎么样能感觉到木下来到底。で水の流れ潮の流れが速くなくて風もなければこうエギがそこについた感覚っていうのは竿に伝わります。如果是在非常完美的条件下，像是没有风，然后这个水流又很平稳，基本上没有什么水流的话，这个木虾到底的感觉是会直接传达到这个杆子上的。でも新鮮だとボートのエギングも流行ってますし、船動きますよね、風もあるし、なかなかそこ取るの難しいと思うんですよ。但在深圳这种，因为我们是船钓，所以说又会有风，而且船也在移动，所以说。真正要掌握到到底的信息是比较困难的。だから必ずボートからエギングするとき、あと風があったりするときは、このラインの張り具合というのを見てください。所以在我们这个钓鱿鱼的时候，一定要注意看这个线的这个张弛的程度，一定要这个地方要注意。エギが沈んでいくときにラインがこう張っていきます。で水面のラインがこう動きますよね。でついたらこう緩むんですよ。在木虾向下缓缓下沉的时候，或者没到底之前，它这个线是绷紧的；而在着底的一瞬间，线会变得松弛下来。で軽いエギ使えば使うほど、この糸が張りにくくなってくるんで、もしそこが分からなければ最初重たいエギ、大きなエギから使うと分かりやすいと思います。木虾如果是型号比较小或者比较轻的木虾的话，这个线的张弛程度会更难判断。所以说，第一头更最好用一些重量稍微大一些，或者说是型号大一些的木虾，会更容易感觉到这个到底的信息。もしボートからされる場合は、船長にそこの水深をもう聞いてください。还有，如果是我们在船钓这个木虾鱿鱼的话，最简单的一个方式就是让船长请教当时的水深。大体エギって 3.5 号で1メートル沈むのに約3秒ぐらいなんですね。我们的木虾在下沉一米所需要的时间大约是3秒左右。なので水深例えば船長が5メートルって言ったら5メートルかける3秒約15秒待てばそこ近くに。エギが届きます。所以，比如，船长告诉我们这地方，钓点水深是五米的话，我们就用五乘以三，这样的话，我们数15秒左右，木虾就会，大约在底附近。
その都度そこにつけなければイカが釣れないということじゃなくて、そこ付近をエギがきちんと泳いでいればイカが抱きつくんで、根あかりのリスクも増えるから、その都度つけるよりは大体その底付近を探るの方がなくさないです。如果每一次都到底的话，因为我们这个深圳地的地形也很复杂，很容易挂底。嗯，并不是说每一次都要到底，然后才可以做动作，而是说在底附近做动作的话，由于也会这个对木虾进行攻击，这样还可以减少木虾丢失的几率。嗯，大丈夫ですかね？这样就是第一个问题的，是川上先生给我们解答了一下。那我们接下来看一下这个吴军的第二个问题，说同船比赛或者平时船抽水流急的几场时候，为了加快木虾到底，个人喜欢呢在原有的配重上加铅，能否介绍一下加铅的原则技巧，以及加铅后木虾下沉状态改变后减少挂底的几率的方法？また郷さんっていう方が、まずこの普通のエギでなかなかこう底につくのがわからないとか深いとき、一番簡単なのはこういった山下の進化 TR 進化っていうんですけど、これを使えばもうぴったりはまります。在我们公司，如果说是用我们公司的木虾的话，最简单的一个加速下沉的方法是，我们公司也推出了一款这个 TR 新卡，是可以直接是符合我们这个公司产品的形状，把它加到这个木虾的头前头的前端，就很好的吻合这个木虾的形状，很适合这种钓法。これも7gから60gまで、まあ、そんな重いの使わないと思うんですけど、水深に合わせてその幅広く進化を選ぶことができます。我们这个 TR 進化这种配重的话是从7克到60克，当然说60克可能我们一般不会使用，但是是从7克到60克这个范围之内都会有各种各样的这个重量配重来搭配，可以根据当时的地形来选择需要的这个配重。それかもう進化をつけるのもちょっと面倒だなって思う方は、エギのディープタイプ、少し重いタイプですとか、ティップランで使うボート専用のエギを TR、こういったものを選ぶとストレスなくこう早く沈めることができます。或者说是使用我们这个川上先生现在拿的这个。靠右边这一只是眼睛是红色的，是这个我们的速沉的这个 type 速沉的，它的下沉水速度会更快一些。然后如果说这个还是觉得速度不够快的话，还可以选用我们这个一款 TR 的木虾，它的下沉速度会更快，会更让你觉得很快速的吧到达底部。大丈夫です。分かってますよ。分かってますよ。これだけじゃないです。皆さんが使っている道具も僕はもちろん知ってます。当然了，大家平时非常喜欢用的东西，然后川上先生也知道，也了解大家平时喜欢用什么东西。これ普通のどこにでも売ってる餌釣りでも使う進化。这是他现在拿着一个，是咱们平常包括用饵钓或者平时做岸边抛投的时候都非常常用的一个倒钓的铅，叫挂铅吧。これとスナップがあれば簡単につけることも、ウェイト簡単にウェイトを増すこともできます。然后我们搭配这一个别针来一起使用的话，也可以给木虾来加重，然后让它更快的下沉。普通にスナップにこうエギつけますよね。こういうふうに。我们平时用别针的时候是直接连接在木虾上面。この最後にスナップに進化をつけてスナップを止めてあげる。我们只要在这个别针上面再加一个挂铅。
这样就可以达到我们增加这个配重的目的。この方法だと重りが前に来るんで、あの落ちるスピードがすごく速くなります。軽い重りを使っても落ちる速度をこう速めることができます。这一种方式的话，因为铅是在加到木虾的前面，所以说它会下沉的姿势会改变，所以说会以很快的速度下沉。即使是比较轻的铅，也会达到很快下沉的效果。でこれは軽い重りが使えて落ちる速度が速いんですけど、エギの動きは鉛あの重りをつけてない状態に比べるとちょっと悪くなってしまいます。但是这种方法会虽然下沉速度很快，但是在我们做动作这个做出这个抽干动作的时候，木虾的这个跳动或者它的这个活动的姿态会受到一些影响。あとよくあの新鮮と甲州の皆さんが使っているのがこれですよね。然后就是我们深圳或者说广州的都经常使用的就是这个保险丝吧。これ糸状の鉛。就是我们这个铅的铅丝。これもですね、あの巻き方、ここの頭の部分にこうぐるぐると巻くと早く落ちます。少ない量で早く落ちます。那我们缠铅的时候，如果在这个铅头现在的位置来加上这个保险丝，就是加上这个铅丝的话，它下沉的速度会变得非常快。ただその分早く沈むってことは、エギがこうちょっと立ってまっすぐ沈んでいくんですね。就是为什么下沉的快呢？就是因为改变了它下沉时的姿势，会头冲下快速的钻到水。早く沈むんですけど、ちょっとイカが抱きつきにくいんで、エギの姿勢をそのままあのなるべくいいバランスで沈めたい人は、ここの進化、エギの進化に巻いてください。这比起刚才那种缠法呢，如果不想改变这个木虾的姿势，同时又想加快下沉速度的话，更推荐的方式是想把这个铅丝缠到这个配重就是木虾原有的铅的上面。でたくさん巻きたい人っているんです。例えば水深15メートルとか深いところ行って、ここに巻いてるだけでは足りないっていう人もいます。比如说在水深很深的地方是15、比如说15米的地方，有些人会觉得很想缠在这个配重在这个铅上缠很多的这个配重铅来增加它的重量。そういう時は進化にさらにこの体に。ここ頭にこうバッテンに巻きつけてください。如果只在铅上缠的话，还感觉不够的话，可以现在像他这种缠法，在铅同时在是身上的头，这个应该说是木虾的脖子吧，颈部这个部位也做一个八字交叉的缠法，会效果会更好。そうすると巻く量も増えて、エギ自体の重さを全体的にこう増やすことができるんで、もっと深いとき。あとは風の強い時でもきちんとエギを沈めることができます。这样你在这个铅上的可以缠的量就更多，而且不会破坏怎么说在很大程度上不破坏这个木虾本身的姿势的情况下，又增加了重量，是一个在水深的地方的话是比较推荐的一个缠法。あれですよね。重くした時に。引っかかりにくい方法ですよね。还有下一个问题就是增重了以后怎么样能减少挂底。僕そうなんですけど、重たいエギ使うときは割とこうアクションさせた後ロッド立ててます。穿上经常用一个做法就是把木虾加重了以后，做完动作之后把杆子尽量向上挑起，向上抬起。そうするとあのロッドを立てると自然とあのラインが張るので、エギがゆっくり落ちるんですよね、張られてる分。当你把杆子扬起就是向上抬起的话，会线拽着木虾，这样的话像木虾就会比较缓慢的向下沉。だから張りっぱなしでエギが落ちて、エギが重たいんでそこについたらふっと緩むんですよ。在木虾着底的一瞬间，这个线会变得虚起来，就是会缓下来。
なのでイカの当たりも分かりやすいですし、そこについたっていうのも分かりやすいです。把这个杆子向上扬，就是向上抬起的方式，这样一个是在找底的时候比较容易掌握，不容易挂底；另一个在这个鱿鱼进行攻击的时候，也很容易抓到这个鱼信。那すごく竿の曲がりとしてはすごく少ないんですけれども、ちょっと曲がった状態、あ、これがエギが重さが竿に乗ってる状態だなっていうのを確認して、これが少しでもまっすぐになったり。すればそこについたサインなんで、すぐ次のアクションを開始してあげれば引っかかりにくいと思います。这样，然后我们在下沉的时候要看着杆梢，因为在木下拉着线和拉着杆梢往下的时候，会有一个弧度。当这个弧度稍微有一点改变的时候，就说明是到底或者是中鱼的。到底的时候要马上做出动作，就会减少被挂底的机会。エギが遠くにあるときはなかなかこう糸を張ることって難しいんですけど、だんだん自分のエギが岸近くになってきたとき、もしくはボートの近くに来たときは、なるべくこう竿をどんどん立てていく、アクションした後竿を立てて待つというのは大事ですね。就是如果说目下离我们非常远的时候，说想把这个线拉直、拉紧，虽然有点困难，但是在目下慢慢在接近我们的时候，用这在做完动作之后，把这个线是收直是会非常有利于减少挂底。そうすれば僕も新鮮で同じように竿を立ててイカのあたりを取っているので、もし重くして底取りがわからないなと思ったらぜひやってみてください。川上自己本身在深圳的时候也用了这种方式，也用了这个技巧，然后在深圳做钓。大家如果想加沉木虾、加重木虾，同时又不想丢虾，或者说，不想挂底的话，一定尝试一下这个做法。大家这样，接下来呢，这个川上先生给我们这次回答，就是提出问题的这些朋友们、钓友们也准备了一些小礼物。川上さん、今回質問が採用された方にはプレゼントあると聞いてますか？はい、あります。今回ご用意しているのが山下の非売品の限定のエトエギ。これエトエギって中国語でなんて言うんだろう、知ってますよ。生肖。生肖。生肖木鱼。生肖木虾。木虾。生肖木虾。正销目前，这次川上先生给我们准备的礼品是这个生销的目前是限定品，然后只有这个是没有销售的限定的产品礼品。これにサイン入れてお送りします。然后川上先生会在上面签上自己的签名，然后送给我们这个提出问题的朋友。ありがとうございます。ありがとうございます。勝さん、またこういう感じで皆さんから質問をいただいて、いろんな中国の礼金を楽しむ皆さんのお悩みを解決できたらなと思います。今后我们也会通过这种方式吧，然后在这个微信的微信上以及一些方式来这个征集大家的问题。然后我们会有这种方式来这个回答大家的一些疑惑，解答大家的一些疑惑，同时给这个一些给大家问题提问题的钓友来提供一些奖品，或者提供一些礼物吧。ぜひ皆さんもどしどし質問を寄せいただいて、限定のエギを手に入れてくださいね。也请大家多多这个配合，有问题的话来，希望大家提出更多的问题，也希望大家能被这个问题被采用，然后收到来自川上的礼物。では賀来さん、また次回お会いしましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。再见，再见。谢谢，再见。谢谢。